近づくとこの時期に関東でも雪が降る。しかもひょっとすると大雪になってもおかしくない。おかしくない。そういう厄介な低気圧です。でこの時大体ですね、この時もそうだったんですが、直前まで、前日とか前々日ぐらいまで雨か雪、はっきりしない予報だったんですね。で結果的には南岸低気圧の影響